お久しぶりね。お久しぶり。まあこれからもよろしくね。この人はこの人は誰？ラブちゃん。この人は誰？お久しぶり。ラブちゃん久しぶり。元気か？元気。ラブちゃん元気だった？おかげさまで。ああよかった元気で。うちの撮って。撮ってる先が。ありがとう。あ、ちょっと静かすぎてあんまり面白くないか。面白くないね。もう少しにやかししたら。まっすぐまっすぐまっすぐ持ってこいほら。本当だよね。あの人ダメだね。ラブちゃんもストレス溜まるでしょ。もうたま頭もう苦しい。ごしやないと思う。ラブちゃんハンバーガー屋さん出したの？なにあれは何なんか。なんだっけあの人が上げてたじゃん、フェイスブック。ああ、上げた、でも、それじゃないよ。あ、ラブちゃんの店じゃない？ない。なんだ、ラブちゃんの店なの？僕貧乏だから。よく言うよ、本当に。僕貧乏だから。よく言うよ。カメラが良くなってる。いいのになってるよ。ヘッドカメラになってる。GoPro が。この人のちょっと、もう最高速ようかなと思って。でも久しぶりね、会えて最近。ねえ、会えてよかった。ラブちゃんどこに絶対いるだろうなと思ってて。いろいろ、まあ11時ぐらいからだけど。うん、あとは吉原神社行く。吉原神社今日4時からね、みこし上がるんだよね。4時半。4時だか4時半だか上がるって言ってた。そう、4時半言われた。うん、でもあなたは4時言われた ?4時。一応ね、4時って聞いてる。言われた。ああ、OK、うん。まあ4時ぐらい行きます。うん、後で私、こっちでも、まあ、後に行かんぐらい。吉原神社行くんで。いや、よろしくね。今日盛り上がるよ。今日盛り上がるよ。ね、今日盛り上がるよね。昨日も行きましたよ。あ、本当。もうアップしたよ。なんかつまんないね、これじゃあね。ね、このとこそこでちょっと苦しいですよ。にぎやかな男だから。そう、にぎやかな男だからね。もともとね。そう。よくお分かりで。これ取れる？取ってもいいかな。一緒に。嬉しそうね、嬉しそうね。幸せだもんね。ね、幸せ。幸せ。生まれてよかった。ね。声は出す。え、自転車ですごいね。なんかこれ変じゃないですか。会社の先輩。よろしくお願いします。でもこの格好はなかなか。この格好ね、本当になかなか初めてね。でももっと千葉県だじゃないですか。あなたもっと千葉県だけ。千葉県じゃない？千葉県？あ、埼玉県。でも今自転車でどこから？自転車、日産。あ、ちょっとこの辺か。仕事中なの。あ、仕事だ。プレゼント。ねえな、じゃあ行こうか。おうか。すごいね。みんなによろしくと伝えてね。なんかあったらメール教えていきますよ。じゃあまたね、お会いで最高。